カルビン・ジョンソンは、ジョージア州ニューナン出身の元アメリカンフットボール、選手。NFL のデトロイト・ライオンズに所属していた。ポジションは、ワイドレシーバー。背番号は81。愛称は、メガトロンで、ライオンズに、かつて在籍したチームメイトのロイ・ウィリアムズが、トランスフォーマーのキャラクターにちなんで名付けた。6フィート5インチの大柄な体ながら、 40ヤードダッシュで4秒35のスピードを持ち、跳躍能力、ボディバランス、目と手の競応も優れている。2021年2月、プロフットボール殿堂入りした。ジョージア州、ニューナンで生まれた、中等学校の10年生の時に、身長は6フィート4インチの高さになった。ジョージア州、タイローンのサンディ・クリーク高校に進学した。彼は、ワイドレシーバーを務め、 二年次には34回のレシーブで646ヤード 10TD。三10年次には40回のレシーブで736ヤード 8TD を上げた。高校時代の背番号81番は2010年10月22日に永久欠番となった。大学入学前に彼は全米トップ10のワイドレシーバートップ100の選手と目された。ザインサイダーコムからは 全米4位のワイドレシーバー、15位の選手に、ライバルズ .com からは、ジョージア州の1位、全米で37位の選手に評価された。ジョージア工科大学に入学した、彼は、チャンゲイリーの下で2004年から2006年までの3、シーズンプレイ、3シーズンで178回のレシーブで2927ヤードを、獲得、28td を上げた。レシーブ獲得ヤードでは、 大学歴代1位、レシーブ回数では歴代2位、TD レシーブでは歴代1位となった。1年時の2004年からチームトップの48回のレシーブで837ヤード、7TD を上げてアトランティックコーストカンファレンスのファーストチームに選ばれた。2年時の2005年には54回のレシーブで888ヤード、6TD を上げて カンファレンスのファーストチーム及びオールアメリカンファーストチームにも選ばれた。またフレッドビレトニコフ賞のセミファイナリストにもなっている。3年時の2006年にはハイズマン賞の候補にも名前が挙がった。ハイズマン賞こそ10位で獲得できなかったが、76回のレシーブで1202ヤードを獲得 15TD を挙げた。カレッジフットボール最優秀レシーバーに与えられる。 フレッド・ビレトニコフ賞、カンファレンスの最優秀選手、オールアメリカンファーストチームに選ばれた。ウェストバージニア大学とのゲーターボールでは、自己ベストの186ヤード、2TD を獲得した。2007年プレシーズンのジョンソン2007年1月8日、最終学年ではプレーせず、ドラフトにアーリーエントリーすることを表明した。ジョンソンは、多くのメディアから、 ドラフト全体1位指名候補と目され、ESPN はランディモスのように1年目から活躍するだろうと報道した。ドラフトコンバインでは予想よりも12ポンド、重い239ポンドの体重で現れた。このことについて彼は2006年シーズン235ポンドでプレーしていたと語り、体重は問題ではないと述べた。 メディアに対して彼はコンバインでは40ヤードダッシュを行わないこと3月15日にジョージア工科大学で行われるワークアウトを待ってほしいと語った彼はジョージア工科大学で行われたワークアウトで40ヤードダッシュで4秒35立ち幅飛びで3.53メートルを記録したドラフトでは一順全体2位でデトロイトライオンズに指名された ライオンズはジョンソンをトレードしようと画策し、タンパベイバッカニャーズが最有力候補であったが、トレードを行わないことを、その後表明した。翌日、デトロイトタイガースの始球式に彼は呼ばれた。彼は NFL からロサンゼルスで行われた、NFL ルーキープレミアに参加するよう命じられ、チームのミニキャンプに参加できなくなった。このため、チームのキャンプは、日程変更を行った。 その後、彼はホールドアウトを8日間行い、8月3日に、ライオンズと6年6400万ドルで契約を結んだ。この金額は、後に、ライオンズと契約を結んだマシュー・スタッフ・フォード、エンダム関数についで、チーム史上歴代3位の金額、ワイドレシーバーとしては、NFL 歴代最高額となっている。9月9日のオークランドレーダーズとの開幕戦では、 控えとして出場し、4回のレシーブで70ヤード 1TD を上げた。9月23日のフィラデルフィア・イングルス戦で背中を痛めた。10月21日のタンパベイバッカニアーズ戦では、リバースプレーから32ヤードのプロ初 TD ランを上げた。チームメイトのロイ・ウィリアムズは、彼の大きい手からメガトロンとニックネームをつけた。 この年彼は48回のレシーブで756ヤードを獲得 5TD を挙げた。2008年4月、彼は前年背中の痛みに悩まされながらプレーしたことを語り、最後の3ヶ月間はバイコディンを服用しながらプレーしたことを明かした。2008年9月7日、ロードでのアトランタファルコンズ戦で先発したロイ・ウィリアムズに代わり交代出場し、 チームトップの7回のレシーブで107ヤードを獲得したが、チームは21から34で敗れた。第2週のグリーンベイパッカーズ戦では6回のレシーブで129ヤードを獲得に TD を上げたが、チームは25から48で敗れた。続くサンフランシスコフォーティナイナーズ、シカゴベアーズとの2試合ではいずれも TD なし、獲得ヤードも50ヤード以下に終わった。 続く、ミネソタ・バイキングス戦では4回のレシーブで85ヤード、1TD を上げた。トレードデッドラインとなる前の10月14日に、ロイ・ウィリアムズが、ダラスカウ・ボーイズにトレードされ、2009年のドラフト1巡、3巡、などと引き換えにトレードされ、ジョンソンは先発メンバーとなった。ウィリアムズが移籍後初の試合となった第7週の、ヒューストン・テキサンズ戦では、 QB ーージョン・キトナがすでにシーズン絶望となっており、ダン・オーロフスキーが先発 QB となっていた。この試合でわずか2回のパスしかキャッチできなかったが、154ヤードを獲得96ヤードの TD を上げた。この試合も21から28で敗れた。第9週のシカゴ・ベアーズ戦目では、シーズン敗の8回のレシーブで94ヤードを獲得 1TD を上げたが、 23から27で敗れて、開幕からの連敗は、ストップしなかった。第10週には引退した元オールプロ QB、ダンテ・カルペッパーがライオンズと1年契約を結んで2試合に、先発した。ジャクソンビル・ジャガーズ戦では2回のレシーブで92ヤードを、獲得、チームは14から38で敗れた。第14週のカルペッパーが再度先発した。 ミネソタ・バイキングス戦では3回のレシーブで84ヤードを獲得 1TD を上げて、この試合でレシーブ1000ヤード以上を突破した。第15週のインディアナポリス・コルツ戦では、ダン・ウォーロフスキーが先発、ジョンソンは9回のレシーブで110ヤードを獲得 1TD を上げたがチームは21から31で敗れた。最終週のグリーンベイ・パッカーズ戦に21から31で敗れて、 ライオンズは、開幕から16連敗でシーズンを終えた。この年、チームでは、ジョン・キトナ、ダン・オーロフスキー、ドリュー・スタントン、ダンテ・テカル・ペッパー、ドリュー・ヘンソンと5人の q b が出場した中で、レシーブ獲得ヤードで、NFL5 位の1331ヤード、1試合あたりの、レシーブ獲得ヤードで NFL7 位の83.2ヤード、NFL トップの 12TD レシーブを上げたが、 プロボールには選出されなかった。2001年から、ライオンズのゼネラルマネージャーを務めていたマット・ミレンが9月28日に解任され、マーティン・メイヒューが公認となった。ロット・マリネリヘッドコーチが解任され、テネシー・タイタンズの守備コーディネーター、ジム・シュールツが公認となった。2009年のドラフトでチームは全体1位指名権を利用して、 ジョージア大学の QB マシュースタッフホォードを指名した。スタッフォードはトレーニングキャンプで先発 QB に指名されたが、怪我に悩まされた。10月11日のピッツバーグスティーラーズ戦で第1球にふくらはぎを痛めて、その試合には戻れなかった。ジョンソンはこの年、67回のレシーブで984ヤード、5TD、2試合に欠場した。 2010年のシカゴベアーズとの開幕戦で残り31秒に決勝 TD をキャッチしたかに思われたが、レフェリーはジョンソンがボールを確保していなかったと判断、パス不成功となりチームは14から19で敗れた。このプレーに対する判定は騒動となったが、翌年5月14日の NFL 競技委員会ではパス補給と認められるには一連のプレーが終わるまで、 しっかりとボールを確保しないといけないルールが維持される、決定がなされた。この年、彼は77回のレシーブで1120ヤード、12TD を上げて、初めて、プロボールに選ばれた。2012年1月1日、グリーンベイパッカーズ戦でのジョンソン2011年、彼は、自己ベストとなる96回のレシーブで、NFL トップの1681ヤード、 ロブグロンカウスキーに次ぐ NFL2 位の 16TD を挙げた。95回以上のレシーブ、1600ヤード以上をレシーブで獲得 15TD 以上を挙げたのはジェリーライス、ランディモスに次いで史上3人目の記録であった。第3週のミネソタバイキングス戦では7回のレシーブで108ヤード 2TD を挙げてチームの20点差からの逆転勝利に貢献した。 第4週のダラスカウボーイズ戦では、彼が第4球に 2td を上げた活躍もあり、チームは24点差から逆転、34から30で勝利した。2td のうち、1回はエンドゾーンで3人の守備選手にカバーされた中で上げた td であった。第4週までに彼は 8td を上げて、クリス・カーターが作った開幕からの4試合連続複数 td レシーブ記録に並んだ。 チームは1980年以来31年ぶりに開幕から4連勝を果たした。第5週のシカゴベアーズ戦でも5回のレシーブで130ヤード、1TD を上げ、チームは1956年以来となる開幕後連勝を果たした。第6週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦では7回のレシーブで113ヤードを獲得したが、TD なしに終わり、 チームの開幕からの連勝も後で止まった。10月30日のデンバーブロンコス戦では6回のレシーブで125ヤード 1TD を上げてチームは45から10で解消した。11月13日のシカゴベアーズ戦でランスブリックスのハードヒットを受けて脳震盪を起こした。第15週のオークランドレーダース戦では残り39秒に6ヤードの TD パスをキャッチし、 98ヤードの TD ドライブを締めくくり、チームは28から27で勝利し、9勝5敗となり、ワイルドカード争いで他のチームに2ゲーム差をつけた。チームはクリスマスイブに行われた第16週のサンデーゴチャージャーズ戦で4回のレシーブで102ヤード、1TD を上げた。チームは38から10で勝利し、1999年以来となる、 プレーオフ進出を決めた、さらに第17週のグリーンベイパッカーズ戦では、自己ベストとなる244ヤードを獲得したが、チームは41から45で敗れた。ロードでのニューオーリンズ・セインツ戦では12回の、レシーブで211ヤードを獲得に TD を上げたが、28から45で敗れた。負傷のため、この年のプロボールを辞退、大役には、ロディ・ホワイトが選ばれた。 この年の AP 通信が選ぶオールプロの投票では、ジャレット・アレンと共に50票中49票の最多得票を得た。2012年3月14日に8年間で1億3200万ドルの契約延長をした。この金額は当時プロスポーツ史上最高額契約となった。この年発売されるマッテン NFL13 の カバーアスリートに候補に合計42人の中の1人となり、ファン投票により、決勝で、キャムニュートンを52から48で破り、カバーアスリートに選ばれた。この年、開幕から8試合で48回のレシーブで767ヤードを獲得したが、1TD にとどまった。9月30日のミネソタバイキングス戦で頭部にヒットを受けたが、 脳振動の影響があるのではないかといった見方を11月9日に否定した。セントルイスラムズとの開幕戦では6回のレシーブで111ヤードを獲得、勝利に貢献した。第3週のテネシータイタンズ戦では10回のレシーブで164ヤード、1TD を上げた。第4週のミネソタバイキングス戦ではチャドグリーンウェイからヘルメットが衝突するタックルを受けて、一は サイドラインに下がったが、その試合中に復帰した。シカゴベアーズ戦で3回のレシーブで34ヤード、翌週の10月28日のシアトルシーホークス戦でも3回のレシーブで46ヤードと、抑えられたが、最後の逆転 TD ドライブで2回レシーブ、1回は第3ダウンのピンチを救うファーストダウン獲得となった。この試合では、シーホークスのリチャード・シャーマンが、 ツイッターのハンドルネームをオプティマスプライムと称して戦いに臨んでいた。11月には32回のレシーブで NFL トップの619ヤードを獲得 3TD を上げて NFC の月間最優秀攻撃選手に選ばれた。11月11日のミネソタバイキングス戦では12回のレシーブで207ヤード 1TD を上げたがチームは24から34で敗れた。 第9週から第16週まで125ヤード以上を獲得、パッドスタットスティルがそれまで持っていた記録を更新した。12月22日のアトランタファルコンズ戦でそれまでジェリーライスが持っていたシーズン1848ヤードのレシーブ獲得ヤード記録を更新した。その試合で彼は8試合連続レシーブで100ヤード以上獲得、4試合連続2桁レシーブの NFL 記録も達成した。この年彼は、プロフットボール全入り w r マイケル・アービンに並ぶ11試合で100ヤード以上のレシーブを記録した。最終週のシカゴ・ベアーズ戦ではしばしばダブルカバーをされて72ヤード獲得となり、シーズン2000ヤードレシーブにわずか36ヤード足りなかった。この年彼は NFL トップの122回のレシーブで、 NFL 記録となる1964ヤードを獲得した。この年もオールプロファーストチームに選ばれた。故障のため、プロボールを辞退、代わりに、ビンセント・ジャクソンが選出された。2013年5月20日、前年複数の指を負傷しながら、プレーを続け、シーズンレシーブ獲得ヤードの新記録を樹立していた、ことを明らかにした。膝を痛めているため、 プレシーズンゲームの第2週、第3週を欠場した。第3週のワシントン・レトスキンズ戦で7回のレシーブで115ヤードを獲得、1TD を挙げた。チームはワシントンで75年ぶりの勝利を挙げた。第4週のグリーンベイ・パッカー戦を膝の故障のため欠場した。10月20日のシンシナティ・ベンガルズ戦では9回のレシーブで155ヤードを 獲得に TD を挙げたが、チームは24から27で敗れた。10月27日のダラスカウボーイズ戦では彼をターゲットにしたパス16本中14本をキャッチし、329ヤードを獲得、31から30の勝利に貢献した。またこの試合で記録した329ヤードは、1989年にフリッパー・アンダーソンがオーバータイムの末、 記録した336ヤードに次ぐ NFL 歴代2位の記録となった。またこの試合でレシーブで200ヤード以上獲得した試合数も5試合となりランスアルワースに並ぶ NFL 大記録となった。10月には3試合の出場で NFL トップの509ヤード NFL2 位の26回のレシーブを記録して NFC 攻撃部門月間 MVP に選ばれた。 11月10日のシカゴベアーズ戦で 2td を上げて、それまでハーマンムーアが持っていた td レシーブのチーム記録を更新した。11月17日のピッツバーグスティーラーズ戦でも6回のレシーブで179ヤード、第2球に 2td を上げたが、後半はスティーラーズの守備にスタッフフォードとのホットラインが封じられて、チームも無得点に終わった。 12月22日のニューヨークジャイアンツ戦では3回のレシーブで43ヤードに終わり、チームは過去6戦中5敗する失速で7勝8敗となり、プレイオフ進出が消滅した。12月29日のミネソタバイキングスとのシーズン、最終戦は膝の故障で欠場した。2014年1月3日、オールプルファーストチームに選ばれた。1月15日、 膝とシーズン中に骨折した3本の指の手術を前の週に行ったことを明らかにした。2014年、ニューヨークジャイアンツとの開幕戦の第1球だけでに TD を上げるなど、7回のレシーブで164ヤードを獲得した。故障を抱えた中での出場となった第4週、第5週の試合では、おとりとなり、第4週のニューヨークジェッツ戦で2回のレシーブで12ヤード、 第5週のバッファロービルズ戦では1回のレシーブで7ヤードにとどまり、故障を悪化させた。第6週から欠場した。10月25日のロンドンゲームまで足首の負傷のため、3試合に欠場した。11月10日のマイアミドルフィンズ戦でおよそ1、カ月ぶりに復帰、7回のレシーブで113ヤード、1TD を上げて、チームは3試合連続で第4球に逆転勝利した。 サンクスギビングデーに行われたシカゴベアーズとの試合でレシーブ通算1万ヤードを達成した。115試合目での記録達成であり、これは NFL 史上最速記録であった。この年5年連続のプロボールに選ばれた。ライオンズの選手としてはバリー・サンダースの10年連続に次ぐチーム歴代2位の記録となった。この年も故障のためプロボールの出場を辞退。 オデルベッカムが代役に選ばれた。2015年シーズンをもって引退。膝の故障とチーム状態の悪さと契約問題のこじれに嫌気が刺したのが理由という。控えめで真面目な選手として知られている。タッチダウン後のポーズではウサインボルトを真似ていたことがある。タッチダウン後にクロスバーにダンクシュートパフォーマンスをしていたが、このセレブレーションは2014年より、 NFL から禁止されることになった。ナイキとハズブロンが提携し、カルビン・ジョンソン仕様のシューズとアクション人形を2013年11月26日より発売した。シューズは個別にも購入可能であったが、シューズとアクション人形のセットは彼の背番号と同じ81個のみの限定販売であった。人形、シューズともにオリジナル版のメガトロンの色、紫を基調としている。 ジョンソンはクリスチャンで、左手にイエス・キリストが貼り付けになったタトゥーを右手に十字架のタトゥーを入れているまたライオンズの選手たちで毎週行っている聖書を学習しているメンバーの一人で、ある。ありがとうございます。